お主、わしの学校に留学せんか？ドイツに行けば兄ちゃんと一緒で、でもせっかくシロちゃんとも親友になったのに。それに美咲さんじゃない感情になるんですよね。あの指示書でそんなことも？はい、このままだとクラスがバラバラになっちゃいます。急いで館長に相談を。わかった、館長にすぐに報告する。その間にクラス全員をうまくまとめておいてくれ。了解しました。どうも晴れ風クラスが解散になるという噂が流れているようです。え、うちのクラスが？そんな話は聞いてないけどな。モカちゃん何か知ってるの？明石や間宮の館長が晴れ風クラスの子を欲しがっていたって噂は耳にしたけど。へえ、家族がバラバラになるのは嫌だな。ただでさえ家なき子なのに。じゃあミケちゃん、うちに来る？モカちゃんと一緒は嬉しいけど、私の家は晴れ風だから。そう言うと思ってた。じゃあ私もちょっと情報を集めてみるね。私もみんなのところに行かなきゃ。今野佐さんに全員の取りまとめをお願いしてあります。なので館長はまず始末書の提出を急いでください。じゃあシロちゃんも手伝ってよ。仕方ありませんね。わーい、ありがとう。